同盟地図が見たい。ハイサムがウィンチェスターから書簡を受け取った。キリストの貧しき戦友と名乗る人物からだ。隠れた味方、興味深いわ。さらなる標的がいるようね。ああ。で、どう思う？罠か？ウィンチェスターは西サクソン王国の本拠地。歓迎はされないでしょうけど、あなたなら切り抜けられるわ。行くなら目立たないようにね。ウィンチェスターに向かおう。書簡によると、神の家で白い服を着た男が待ってるそうだ。合言葉は、おごりあるところまた恥もあり、されどへりくだる者は知恵を得たり。サクソンの聖書の一節だと思うわ。面白い。気をつけてね。気づかれるとまずい。顔を隠すべきだ。牽制を誇るアルフレッド王の町、豚のクソまみれ。神の家とやらで白服の男を探そう。
ここが奴らの臆病な神の家、贅沢な住みかが神の身元じゃなくて異端者が送られる炎の墓所よ。神の家の敷石を踏むデーン人、救済を求めるものであればよいが、救い主と語るのは後にしろ。お前に用がある。確かかね。おごりあるところ、また恥もあり、されどへり下る者は知恵を得たり。この言葉は知ってるな。なぜ口にしたのかも。だがあなたがふさわしい人物であるかどうかまだ確信できない。キリストはトマスにおっしゃった。私は道であり真実であり命である。キリストの行いを順番に述べるのだ。そうすれば主のもとへ至る。神を知りたいと願う異教徒を門前払いか。ありのままを受け入れるならお前の神に従おう。卑しき者にとって学びの荷は重かろう。だが主の御言葉をどれだけ教えようとあなたの魂が救われることはない。こちらへ。誰に会わせようとしてる。ただ黙って待つのはごめんだ。しー、愚か者でも口を閉じていれば賢く見えるものだぞ。人は誰かと話すことで賢くなる。こうして黙っていては愚かになるばかりだ。静かに。無駄口は神の耳を汚す行為だ。着いたぞ。キリストよ、悪しき群衆を恐怖させ追い払いたもう主よ。我と固き契約を結びたまえ。神の教えは有益だったか。ウィンチェスターの司祭は皆芝居が得意なのか。命を危険にさらすか、アルフレッド王。対等な立場で話すためにお前を招待した。ウェセックスでデーン式の艦隊をしてはいけないのか。あんたは我らの市長を古き結社に引き渡した。あの古家に。古家はウェセックスの敵だった。だが何者かがあの脅威をこの王国から排除してくれたようだ。知らなかったなら今教えてやる。私がやった。見事だな。古家が消えたことで古き結社は間違いなく打撃を受けた。結社についてどれくらい知ってる。今の話とあと少し。この書簡にはキリストの貧しき戦友なる者の署名がある。私の命を狙う者がいるという警告だ。公主大、羽振れ、合口の三人があんたを狙ってる。今では二人となった。エールファス司教は死んだ。私の知る限り彼が合口だった。神の敬虔なしもべがな。救いようがない。だがその死でウィンチェスターのキリスト教徒は結束を強めた。彼の仲間もその死で貢献してくれると良いのだが。あんたは私のような戦士と何度も向き合い敗北し、あるいは騙されてきた。なぜ信じられる。ルンデンにもヨルビックにも私の配下がいる。戦の成り行きは逐一報告を受けていた。少し前これらの町で影響力を持つ男女が殺害された。しかも実に変わった状況でだ。貧しき戦友から書簡を受け取った私はすぐになぜ彼らが殺されたのか理解した。お前の目的も何を得ようとしているのかも知らない。ただやりかけた仕事を成し遂げてほしい。堕落した魂がこれ以上イングランドを蝕む前に。結社に殺させるか。イングランドの征服も早まる。そうやって私を排除して根本的な解決になると思うか。ならば報酬を約束することだ。王の計りにあふれるほどの銀を。
いいだろう。運べるだけ持っていけ。今朝のことだ。大官のグッドウィンが持ち場に現れなかった。信頼できるものか。グッドウィンはこの書簡を調べている最中に姿を消している。最後に目撃されたのは自宅だ。西門のそばにある。そこに手がかりがあるかもしれない。エイボル、私の客人である以上行儀はわきまえてくれ。この町は戦場ではない。今だけだ王よ。いずれそうなる。グッドウィン大官を探さないと。ウィンチェスター中が善良なる司教の死を嘆いてる。立派な人だった。神の身元でどうか安らかに。アルフレッド王の進化を取られるとはセロンも恐れ知らずだな。ウィンチェスターの支配者はお前じゃないのは確かだ。だから黙って言われた通りのことをしてろ。黙ってろ。ここで朽ち果てることになるぞ。グッドウィンが消え、グッドウィンが消え、衛兵が探し回ってる。奴はどこへ連れて行かれた。髪が火にくべられてる。グッドウィンが足跡を消したのか。衛兵による証拠隠滅か。惨憺たる食卓だ。無理やり連れて行かれたんだな。町に駐屯地があるはずだ。衛兵と争った後だ。目的地はウィンチェスターの駐屯地か。お前のアヒル口に証明してやる。
こっちへ来い。お前と話がしたい。情けない。こっちが優勢だ。囚人が何か知ってるかも。本当に伐採したり地面から石を切り出したのはこのため？牢獄を増やしてリンゴを盗んだ奴まで入れるとはね。大官を探してるんだが。セルビン、どうも。私は腹ペコで、坊やも死にかけてた。赤ちゃんはセルビンじゃない、グッドウィンだ。するでしょ。最近捕まった。アルフレッドの手下が捕まった？疫病並みに笑えないな。ウィンチェスターの民に自由はないらしい。殺してやるよ。見張ってるつもりか？バレた！逃げるよ！
何が見えるんだ、スニ。厚い壁、監視の数、重要人物が入ってるな。セルウィン代官は窃盗と中傷の罪で死刑を命じた。夫婦か、間もなく刑が執行。勘抜きで塞がれてるな。
チェスターに伝人？妙な時代になったものだ。アルフレッド王の頼みで来た。人探しを壊れてな。アルフレッドのことはよく知っている。でたらめはすぐわかるぞ。彼なら堂々と依頼したはずだ。その通りだ。探したぞグッドウィン。なんでだと思う？当ててやろう。古き結社の異端者を見つけて葬るには神でさえシャベルを必要とするからだ。ではまずどこを掘る？私の調査書が燃やされていなければ役に立つだろう。この近くにあるはずだ。調べ物は探しておく。狼の脱走に気づかれる前に早く行け。壁の向こうで合流しよう。グッドウィンが得た古き結社の情報だ。助けに感謝している。アルフレッドのお気に入りを捕らえるとは大胆だな。この結社とやらは悪辣なクソの行商人だ。そのクソの行商人がお前の国の隅々まで入り込んでる。危険な奴らだ。そういえば君の名は？カラスの戦士団エイボルだ。聞き覚えがないならマーシアの最悪とも呼ばれてる。そうか、エイボル。三人の異端者を灰の山にしたら、給油のようにエールを飲みながらマーシアへの剣を語り合おうではないか。二人だ。アルフレッドは一人死んだと考えてる。エールファス司教が合い口だ。たく、民の半数はあの変態司教を追悼しているぞ。羽筆を名乗る奴がいる。奴の武器は言葉なのか？町中に書きつけが張り出されたと聞いた。実物が手に入れば調べられる。公主台については何を知ってる？そいつも大官なのは間違いない。刑罰を与えられるのは我々だけだからな。奴は自分が正義と信じきっているんだろう。セルウィンを知ってるか？エールやパンを盗んだだけの人間を何人も処刑してるようだが。やっぱりか。あのハリネズミ大官がウィンチェスターに法の鉄槌を下した。そして罪状をでっち上げ広場で処刑していると。本当にそいつか？ああ、あいつだ。あいつ以外にありえない。あいつを止めてくれ、エイボル。
か。ストンタマガンセチェヘアラウィマン。ゲリンピスワヒッメイ。ウィンチェスターの善良なる民よ、目を覚ますのだ。アルフレッド王の気高き理想が人間性の喪失という沼に沈みつつある。諸君の前にいる囚人はアルフレッド王の法に乗っ取っていない。法をものともしない。クソの中で暴れ回り好き勝手に生きている。このヒューバートはエールに精神を侵され、エールファス司教を中傷した。冷たい布にくるまれて静かに横たわる敬虔なウィンチェスターのしもべよ。エールファスは聖職者じゃない。地獄で焼かれる罪人よ。嘆かわしい妻だな、ヒューバート。この女の腐った蜂蜜酒に惑わされる男は多いのではないか。いつまで続けるつもりだ、セルウィン。ウィンチェスターの民を残らず裁くまでか。ウィンチェスターは判決を下した。その腐ったみすぼらしい魂に神の憐れみがあらんことを。僕の服にネズミがいる。アルフレッドは罠を仕掛けるのだ。盗みを犯して温かく迎えられることはない。悪行をされながら舌はこっちでは捕まる。カプラーン、先に行く。
私に続け。